ミンスクはソビエト海軍の航空母艦。ソ連での故障は重航空巡洋艦。キエフ級航空母艦の2番艦。艦名はソ連構成共和国だった白ロシア共和国の首都で、現在はベラルーシの首都となっている同盟の都市に由来する。ウラジオストクのソ連海軍太平洋艦隊に配属され、たびたび津島海峡などを航行する姿が報道されたため、 当時の日本におけるソ連共威論の拠りどころの一つとなっていた。ミンスク環状の約マイナス38ホージャー2008年、中国で停泊する空母ミンスク1974年、浸水。1978年春行。1989年期間事故を起こして行動不能となる。1991年頃退役。その後長らく、 ロシア沿海地方の港町、ナホトカやソビエツカやガバニに係留されていた。1995年に大韓民国の企業に鉄スクラップ材料として売却されたが、韓国がアジア通貨危機に陥った1997年に中華人民共和国の企業に転売され、関東昇進線に係留して、軍事テーマパークとして使われることになった。 1999年11月3日に火災で全焼。2000年6月、新鮮でミンスクワールドの名でオープン。2005年2月に運営会社の親会社が倒産した影響でミンスクワールドも閉鎖された。2006年、競売にかけられ別の企業に落札された。その後ミンスクワールドは営業を再開。空母の見学も可能であった。 2016年4月ミンスクワールドからミンスクが撤去されていることが現地にて確認された。ミンスクは長山に栄光されて整備を受けた後、新しい空母展示公園を建設する計画に従って南通市に開港された。2019年現在は現在中国チャンス省南通市の様子校に置かれている。中国5番、ウィキペディアの記述によれば、 この公演は2017年の開演を予定していたが、計画は遅延中である。ありがとうございます。